Hanasan Kunichiwa, Sadanadis, Nihongo ga Tsukoshi Hanaseru, Tamarujin no Onnanoko desu. Kyo no Hanashi wa Tamarugo no Furi Bunken ni Dojo suru Ushinawareta Taidiku Kumari Gundam to Suri ni Matsuwaru Kotogara ni suite desu. Sankai no Doga ni wakete o todoke shitai to omoimasu. Desu node kyo wa dai 1回目となります。ぜひお楽しみください。レムリアとクマリガンダム、タムル人や彼らの伝統、その由来については深い謎に包まれています。しかしながら、古代の文献で語られているクマリガンダムという昔インド洋に没した古代の大陸、この謎の大陸について、これまで多くの学者たちが研究のまとめしてきました。西洋の著名な2人の学者、ダン・マッケンジ博士、フィリップス・グレータ博士、彼らによってアフリカと南アメリカ、この2つの大陸がはるか昔の1つの大陸から分離し、長い時間をかけて現在の位置に移動してきたことが明確に説明されています。現在の大陸間の地理的な位置について、インド、アラビア、アフリカ、南極、南アメリカ、およびオーストラリア、これらの大陸は地質的な変動により分離が始まり、1万5000年におよそ1マイルの速度で移動しながら広大現在の位置まで到達しています。この地域を規模での地盤の移動はタムル語でナバランディーブと呼ばれていて、これによって現在のインドア大陸が形作られました。端的にレモリアとクマリガンダムは同一の地域を指す言葉だと信じられてきました。しかし、The Lost Civilization of Lemuria の著者であるアメリカ人研究者フランク・ジョセフ氏によると、レモリアと呼ばれる大陸が存在したのは25万年前、現在のインドネシアあたりであるとされています。したがって、インドは大陸南部に存在したとされるクマリガンダムと、このレムリアと呼ばれる地域は別物であるということになります。今日のお話はここまでです。次回はさらに掘り下げた内容をお話ししていきます。ぜひご期待ください。ありがとうございました。